こんにちは、ひろひろです。今日は100均の材料を使ってしめ縄飾りを作ってみました。普通のリースとしてもアレンジができるので、よかったら作ってみてください。材料はすべてダイソーで購入してきました。造花のコーナーでブドウの小さな房がついた造花と、2種類の房がついている造花と、この造花は4つのパーツに分けて使いたいと思います。赤いパーツが欲しかったので、ラズベリーピック、松ぼっくり、直径が20センチのしめ縄飾り。材料は全部で5点購入しました。グルースティックとグルーガンも準備します。しめ縄飾りを開けて中のパーツを垂らしていきます。すべてのパーツを外したら、造花をカットしていきます。2種類ついている造花を4つに分けてカットしていきます。ラズベリーピックをばらしていきます。針金が曲がっているので、まっすぐして一つ一つパーツを分けていきます。バラしたパーツをまとめていきます。違うパーツを一つずつ合わせて、ラズベリーピックを3つほど入れて、ラズベリーピックのついている針金で束ねていきます。もう一つのパーツも合わせて、ラズベリーピックを3つ入れて針金で束ねておきます。このパーツをしめ縄の上の部分に両サイドつけていきます。松ぼっくりを開けて、お好みの大きさの松ぼっくりを1つ選んでおきます。次に小さなぶどうの房がついた造花をカットしていきます。葉っぱを下から3枚ほど残して、根元でカットしておきます。このパーツをバランスを見て、ボリュームの少ない方に入れていきます。こちらの造花はブドウと葉っぱを1つずつカットしていきます。葉っぱは3つに分けて、ブドウは1つでカットしておきます。ブドウは全体のバランスを見て入れていきます。3枚の葉っぱは根元をカットして、3箇所に置いていきます。残っている赤いパーツも根元の部分でカットして、3枚の葉っぱの上に1つずつ置いていきます。出来上がりをイメージしながらグルーガンでくっつけていきます。グルーガンを準備します。ホットボンドは温まると垂れてくるので、下に紙を敷いておきます。最初に束ねたボリュームの多い方のパーツからくっつけていきます。ホットボンドは熱いので気をつけて作業してください。束ねたパーツの根元にたっぷりとボンドをつけていきます。真ん中に松ぼっくりを1つ置くので、バランスを考えながら位置を調節していきます。ボンドが熱くなっているので気をつけてください。次にもう一つの束ねた方のパーツもつけていきます。真ん中あたりにくっつけていきます。
次に松ぼっくりをくっつけていきます。ボンドが冷めて固まるまで押さえておきます。ボンドが冷めたら間にもボンドを入れて固定しておきます。パーツの都合でボリュームのある方とボリュームのない方で分かれてしまうので、ボリュームのない方にブドウの房をつけていきます。根元にボンドを追加しておきます。残っているブドウの房をつけていきます。右側が寂しかったので右側の方につけることにしました。次に赤いパーツをつけていきます。3枚の葉っぱをバランスよく並べて、先に葉っぱをつけて、その上から赤いパーツをつけていきます。赤いパーツが残っていたので間に入れていきます。これでリースの部分は完成になります。返して飾っても可愛いと思います。最初に外したパーツがもったいなかったので後ろにくっつけていきたいと思います。もともとついていたお正月飾りの紐の位置がずれていたので紐を結び直します。こちらは普通のリースを使って作った作品になります。お正月以外でもアレンジできるので、よかったら作ってみてください。